4時間目かな、4時間目の授業がね、えらく早く終わりまして、1時間も早く終わったもんだから、あ、じゃあちょっとおやつでも食べるかというわけでございます。まあちょうど大学なんですね、ここはね。でこの向こう側に食堂がありますが、食堂は学生で大変うるそうございます。うるそうございますで多分使い方合ってると思うんですけど、この辺りね、まあ椅子がずらずら並んでいる外の席もあるんですね。ところが本日10月10日ね、10月10日大変よく晴れる日だということは有名で、東京オリンピックのその開会式の日もそういう理由だから選ばれたらしいですけれども、久々の真夏日には匹敵するか29度、そのぐらいの、ね、温度でございます。まあ、こんだけ暑いので私一人で貸し切りですから、まあ、多少暑くてもね、貸し切りの方がやっぱ静かでいいなと、自分でうるさくしてもしょうがないんですけどね。そういうわけですから、あ、これでおやつを食べに来たわけです。ただおやつを食べる以外にはこの動画では何もありません。これでね、周りになんか人が来ちゃったら、あ、一人でこういうところでね、一人で食べてますからね、ちょっと気まずくなってしまうんですが、まあ、ここで見ている限りでは、下の階にね、下から私のことをなんだあれはって言って見上げている人はおりますが、しかし今のところこの食堂周辺には誰もおりませんので、さあパッパと食べるということでございます。この脇に置いてありますね、これはわらび餅なんですね。わらび餅、これ美味しい、なんか大学の新しくねできたメニューらしいんです。これがね3個ばかしあって54円、なんか3つぐらい買わないと足りないような気がする。まあいいや、うん、54円にふさわしいぐらいの味、そういうわらび餅でございます。わらび餅っていうかくず餅みたいな味ですね。わらび餅っていうのは黒蜜がかかって初めてわらび餅という印象を持つのですが、うん、まあ横浜国立大学のわらび餅はそうではないです。ていうかまあこれあれか、大学生協のね、生活協同組合ですから、まあ別にうちの大学じゃなくてどこでもいいんですけどね。で、このわらび餅、この3かけらだけではちょっと甘いにも足りないということですから、まあ、これはやめてしまいまして、まあやめるっていうかまた後で食べるわけですけれど、うん、他にもう一個、すいません、実はねずっと口の中に物を入れたままだったんですが、こちらが、あ、これねもう一個買ってあります。こちらもおやつでございます。かぼちゃなんですね。美味しいものです。かぼちゃはね、なんていうんだっけ、ビタミンなんとかいっぱい入ってるんですね。カロテンも入ってるのかな、すいませんね、くちゃくちゃパパと食べた方がいいかもしれない。一人こっちの方にね出てこようとしましたけど、気まずそうにねドアを閉めてまた折り返していきました。まあさすがにここで一人でかぼちゃ食べてるのを実況してる人がいたので、それは食べる気もなくなるだろうなと思うわけです。いなくなりましたね。こうね、ついつい来てしまうとね、もうやっぱり気まずいですから、まあさすがにね、大勢の中でやるんだったらまだいいんですけど、この周りで大勢いるところでだったら、もう吹っ切れて、別にまあどうせこの人たち会ったことも喋ったこともないような人らしいとなるんですが、一人二人となりますと向こうにも大変迷惑がかかるものですから、やはりやりづらいということは間違いないでしょう。今また人が来たような気がするけど、まあしょうがありませんね。かぼちゃは栄養が豊富ですからね、まあ、健康的なおやつというわけです。わらび餅もね、健康的なおやつのような気がするんだけど、わらびというのは発がん性物質が大変数多く含まれておりますから、あ、これをね、ちょっと健康的なおやつというのかどうかはちょっと微妙なところです。いや、大変多くは含まれてないです。発がん性の物質が含まれていなくもないぐらいの表現が適切ですね。そうじゃないとね、ちょっとなんか今語弊のある発言をしてしまいまして、大変わらび餅と、それからわらび餅をお作りになっている方には申し訳ないと思っております。まあ、だからわらび餅ばっかりバク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 毎日食べ過ぎるのはやめましょうということです。ただこのわらび餅はね、なんかわらび成分が少ないような気がするので、まあこのぐらいだったら食べても大丈夫だろうね。すいません、食べてる間ね、これずっと回してるんで、もう食べながら喋るということはかなり困難ですから、皆さんにその間待ってもらわないといけないというわけなんですね。他にあと、もう実はね、わらび餅はこの3つで全て食べ終えてしまいましたが、かぼちゃだけはあと2つ残っております。まあやっぱり何ですか、おやつってはね、食事の補完的意味合いが強いのであって、お菓子とかスイーツという言葉と おやつというのは必ずしも同義ではない。おやつというのは確か、あ、なんだっけ、なんかその本当に語源としては、なんか朝の10時ぐらいに食べるものだったんだけど忘れてしまいましたけれども、
8つの国がうんぬんかんぬんみたいな時にですね、食べるもの、つまりまあやはりさっき言ったような補助的な食ですから、別に特段ね、あのなんとか食べっ子動物うんぬんとかね、グミうんぬん、美味しいゼリーとかそういうのじゃなくても良いわけです。だからね、ご飯と味噌汁だって立派なおやつとなり得るわけですが、まあしかし補足的な食べ物としてね、やはりお菓子を食べたいっていうのもよくわかります。まあだけどね、こういう風なものをね食べた方が本当はね、自分の体をね健康に保つ上でもいいんじゃないかなと思ってね、最近私はこういう取り組みを始めました。前だったらね、安い菓子パンとかだったんですけど、まあ、それよりもなんかこういうのを食べてる方がね、あの自分としてもなんか、うん、今日もなんか充実した生活を送ってるなと自己陶酔に浸れるわけです。たまになんかあのドアを見るとね、もうこっちに来たそうな人がいるみたいですけど、さすがに来られないでしょうね、こんなことをねやってる人がいて。しかもあっちの方バッチリ映りますから、自分が YouTube に強制出演となるかもしれないと考えると、やはりちょっとね、そう簡単にはここを通ってくるということも難しいかもしれません。今日はね、この後バイト行くんですね。まあ、バイトはあれです、あの家庭教師、やはり、ずっとね受け持っていた子がちゃんと、少なくとも、まあ、中学生なんですが、受験を終えるまではね面倒を見なければならないと思っておりますから、まあ、私もある程度ね、なんですか、まあ、糖質っていうかね、ある程度のブドウ糖みたいなのね、こう頭に供給して、これは絶対にあのブドウ糖ですから、なんだっけ、これ人工甘味料であったらならない、甘いものをね食べることが脳に良いのではなく、糖分をある程度取ることが脳に良いというだけのことですからね。また一応ね、勉強熱心な真面目な大学生として申し上げておきますと、勉強に集中する際にはね、ひたすら甘いものを食べていると逆に頭がぼーっとしてくるものですから、何事も適量というところに気をつけられると皆さんもね、良い結果が生まれるかもしれません。じゃあそういうわけですから、皆さんそろそろちょっと動画回すのやめようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。